まあ僕があの法律も裁判も詳しいので、昨日石丸さんに追及したら、あれは僕はタジタジだと思うし、あのあれを見て石丸さんを応援する人は一生応援しておいてくださいって感じですね。あのいわゆる法律の知識や正義とは何ぞや能力がない人は石丸公文と、まあ石丸公文って言ってましたかね、あれ。いわゆる彼はもう自分がまともに回答できないものについては、自分のことを信用できる人に、法的根拠や合理性がなくても信用してもらえばいいというですね、考え方の人だなっていうのはすごく分かりました。つまりですね、全く事実のないものをですね作り出して、いわゆる恫喝されたというものを作り出したんですね。でそれによって彼は有名になっていった。なんかすごいおじいちゃんおばあちゃんの市議会議員と戦う、既得権益と戦う若い市長が誕生したというですね、事実をまあ捏造してですね、そのためにこの山根さんという女性市議をですね、本当に彼女は会見で泣いてましたよ。裁判勝った後ね、本当に苦しめられたんでしょう。これについては、草津町、群馬県だと思いますが、草津町というところでですね、いわゆる町長ですね、町長の男性が町議会議員の女性にですね、いわゆる強姦されたと、いわゆるレイプですね、性的な暴行を受けたということで、女性町議の方がそれを告発したんです、ネットとか新聞に。でこれを信じた特に左翼の人たちですね、立憲民主党とか共産の人たちは、この女性町議の言葉を信じてですね、町長はけしからんと、いわゆる女性に対して暴行、性的暴行を振るう町長はけしからんってやり続けたんですよ、5年ぐらいの間ね。でも結果としては裁判でこの女性町議が全部嘘をついてたっていうことが分かって、この女性町議自体も最近ですね、3ヶ月の前かな、やっと自分が嘘をついてたことを認めたという事件があったんです。で石丸伸二さんはもうここで言うとこの女性町議とほぼ同じ状態なんですね。聞きもしない なかった恫喝をあったことにして、僕は脅されたっていう世論を作ったのが4年前ですから、この今広島高等裁判所で判決が出て、そして石丸さん個人は勝ってるにもかかわらず、わざわざ補助参加人という立場を利用して上告申立書というのを提出してる、最高裁に出してるようなんですが、このような振る舞いがそもそもモンスターやクレーマーって言われるやつですね。本人自体は敗訴してないんですよ。安芸高田氏が敗訴してるわけです。だからこれを上告するか、いわゆる最高裁に持っていくかどうかは、新しく選ばれた安芸高田氏の市長が、まあ、決めればいいものなんですが、わざわざ、まあ、求償権といって市の方から個人の方にね、石丸伸二さん個人の方にお金を請求される恐れがあるので、まあ、わざわざ最高裁に上げてるんですが、まあ、法律詳しい人はよくわかるんですが、最高裁というのはその判断内容が憲法に違反してるかどうかを見るところなんですね。違憲立法審査権って言ってですね、法律やその判決に憲法違反がないかどうかを審査するところであって、事実を審査するところではないんですよ。だからもう最高裁に上告している、あるいは上告受理申し立て書を出している時点で、もうモンスタークレーマーと言われてもこれ仕方がないんですね。で録音まであるわけで、これ石丸さんの方が録音を本来持っとかなきゃいけないんです。っていうのは、石丸さんの方が名誉毀損を先にしたわけですね。市議会議員に恫喝された、それはもうすでに市議会議員に対する名誉毀損なので、石丸さんの方でいわゆる公弁、名誉毀損が免除される公共性、公益性、そして真実性、あるいは真実相当性というのを石丸さんの方から立証しなきゃいけないわけです。もちろんね、町議会議員と市議会議員と市長ですから、公共性、公益性はいちいち市長立証しなくて、まあ立証しなくても問題なくて、真実あるいは真実相当性のところについて石丸さんが立証しなければいけないところが、立証できずに裁判敗訴、第2審が敗訴という状態でですね、
これはね、相手の女性の心をめちゃめちゃ傷つけていてですね、さっきのポスターとは全然違って、人の名誉を傷つけておいて、これは刑事罰もあるんです。まあ、いわゆる警察がそれを受理しないかった、あるいは、その女性市議の方が、告訴状、これ、名誉毀損というのは申告罪ですから、申告をしなかった、警察に被害届を出さなかったから、処罰されてないだけの可能性もあってですね、要は、ないことを作り出しておいてですね、それに謝罪しない。まあ、石丸さんの言い分で言うとね、まだ最高裁の判決が出てないからって言いますが、こんなの負けるに決まってるわけですよ。今言ったように事実審じゃないのでね、彼に負けたとしても最高裁の言い分には彼、ポスターの方は最高裁でもう負けてるので、従う気がない。で、これが何が恐ろしいかというと、裁判所というのは、いわゆる司法ですね。で、市長というのは行政です。現に、仕事をしていく。そして立法というのが議会ですね。国会とか、市議会議員って。この三権分立というんですが、三権分立とも言いますが、司法、立法、まあ、司法、立法、行政の三つの権限をですね、権限を三つに分けて、そして、特に行政の人は、まあ、司法の判断には従うという前提でですね、これはこの三権分立がなされているというか成り立っているんです。これですから行政っていうのはなぜ、司法に従わなきゃいけないかっていうと、行政というのはめちゃくちゃ力があるんです。立法というのは法律を作るだけなので、この作る法律を作るまでなので、それを行使することができない。しかし行政というのは人を捕まえたり、いわゆる警察権力や人を死刑にしたりとか、逮捕したりとか、あるいは生活保護費を渡す渡さないとか、直接実行できる機関なんです。行政というのはまさに知事、東京都知事っていうのはこの人に生活保護費を渡すとか、この人を逮捕するとか、この人を、まあ、死刑にするっていうのは東京都知事にはありませんが、とにかく実行部隊なんで、この人たちはこの法律のもとに動かなきゃいけない。そして法律の解釈が違った場合にはまさに司法、裁判所の言うことに従うという前提で作られた三権分立なんですが、まあ、昨日の石丸さんの言い分を聞いてると、三権分立なんか関係ないんだと。裁判所の判断はそれは裁判所独自の見解でね、俺の見解と違うから俺は言うこと聞かないんだと。まあ、これは考え方はまさに王さん、王ですね、王様。暇それあかねさんがツイートされてましたが、王様なんですよ。全ての権限が集中してるから裁判所なんか気にしなくていいんだっていう考えの人を選挙で選ぶというのは僕は本当に危険だと思いました。ここはぜひ冷静に、石丸さんという方がですね、2つの裁判で1つは最高裁で負けていて、1つは二審の広島高等裁判所で負けている。内容もひどいものです。石丸さんの言い分はまさに独自の、石丸さん独自の法律の見解であってですね、これは社会では通じるものではない。彼のいわゆる、まあ、わがままを象徴する彼の独自の見解、もちろん彼にとっても素晴らしい、彼は素晴らしいところがいっぱいあります。でもそれを完全に潰してしまうほどですね、彼に権力を持たしたら裁判所も法律も関係ないと言い出しかねない人であるっていうことが、昨日の私の質問でお分かりいただける方はお分かりいただけるでしょうし、分からない人はいつまでも石丸さんのそういう独占的な、独裁的なというか独善的っていうんですかね、独自の法律の解釈を支持すればいいと思います。この国は最終的には選挙で、首長や政治家を決めるということですから、私は一人の有権者、国民として多くの国民の皆さんにこのように石丸伸二さんは本当に危険な人物であるということをやはり拡散する義務があると思い、この動画を作らせていただきました。で、昨日ですね、成田、ね、ゆうすけさんもいらっしゃいましたけど、成田さん、僕はめちゃくちゃ真面目なので、
そこは僕がどうしても再生回ってるのが大声を出したりね暴れてる姿が印象的なんでしょうけども、緻密に法律を勉強し裁判にも参加し、自分の主張が間違ってる場合、裁判所に指摘された場合には素直に自分の考えを修正して56歳まもなく57歳になります。そういったですね、三権分立を尊重し、そして国民の声をしっかりと聞いていける、そういう人が僕は政治家になるべきであり、自分はその点は優れていると思います。石丸さんのような自分が法律なんだ、自分が全部を決定するんだという王様のような思想の人に投票するのは、これは僕は非常に危険だと思います。もちろんテレビも悪い、石丸さんが悪いとかテレビが悪いじゃなく、両方悪いんです。テレビ局も大手メディア、新聞社も悪い、石丸さんも悪いという意味ですので、その辺はお間違いなきようによろしくお願いいたします。ということでね、昨夜石丸伸二さんと対談したことについての感想および解説でした。またですね、今後も石丸さんの動向についてはですね、チェックをしながら皆さんに、ちゃんとしたいわゆる根拠をもとに石丸さんについて特に批判が多くなると思いますが、動画を作っていきたいと思っております。まあコメント欄にね、この辺について立花さんの石丸さんに関する見解というのを出してくださいといえば、また参考にして YouTube 作りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 NHK をぶっ壊、パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないのお客にせ、多分ないのお客さんの方もっと愛着は自信よ、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く、 NHK をテッカー。